続いて鹿児島県の薩摩川内市から中継でお伝えします。鹿児島県薩摩川内市です。私は今中心部の川内駅の近くにある建物の3階で安全を確保してお伝えしています。市内では今日昼頃から雨が降り始め、徐々に雨足が強まってきました。また市内には暴風警報が発令され、本土地域には高齢者等避難の情報も出されています。私清水建設サントリー青すいません、ちょっとね、もうボケたつもりだからボケてなかったです。外出は控え、台風の最新の情報を確認。